はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回はですね、ウクレレの音が小さい、これ悩んでる方結構いらっしゃるみたいなんですけども、質問をたくさんいただいております。それにお答えする動画です。はい、音が小さい原因についていろいろ考えてみたいと思います。はい、まあ音が小さい、まず第一に考えられるのはウクレレ自体が鳴らないウクレレですね。もしくはまあ手に入れてすぐ、これっていうのはまだボディが振動してない状態ですので、中古は別ですよ、ヴィンテージも別ですけども、新しいウクレレ、新品で購入したウクレレというのは弾かれてないですので、まだ楽器になっていない、板を張り合わせた状態のものですね。そこから楽器にするためにはちょっと引き込まないといけないんですけども、はい、それがまだ慣れてない、まあ引き込まれてないものなので音が小さい、まあこの引き込むっていうところも難しいんですけども、やっぱり大きな音でガシガシ弾いていただくと、成長していい音になるのまでの期間は短くて、成長するんですけども、まあご近所の都合とかもありますよね。隣との壁が薄い、アパートなんかの場合、ガシガシ弾いてるとクレームが来ます。はい。ですので、いつもこう小さな音で弾いてる。こういう方はですね、申し訳ないんですけど、やっぱりあんまりウクレレは成長しません。はい。公園とか海とか、広いところに行って時々弾いてあげないと、成長しない状態、音量が小さいウクレレのままの場合もあります。はい、まあそれから、まあウクレレ本体以外に、原因があるとすると弦ですね。はい、この弦の種類によったら音が大きい小さいがあるんです。はい、まあブラックナイロン、これっていうのはあんまり響かない弦ですね。最近はあんまり見かけないんですけど、これの場合はやっぱり音量的にそれほど大きくないですね。あとはナイロン弦、最近これもあんまり見かけないんですけど、クリアのナイロン弦ですね。あれもそんなに音量的には大きくないです。じゃあ音量的に大きいのは何かというと、フロロカーボンですね。ワースだったりオルカスだったり、あとはサバレス、あの辺のもの、これは今オルカスですけども、やっぱり音量が大きいです。はい、こういうフロロカーボンの弦に変えていただく、そうすると音量が出るようになる場合もあります。はい、それでまあ弦ですよね。で、あとはその弦の太さ、ゲージなんかでもちょっと音量というのは変わってきまして、まあサバレスなんかはソプラノコンサート用とテナー用と2種類しかないです。ワースとかもまあCM っていうと大体この中間クリアのミディアムっていうやつなんですけど、それの他にまあいろいろなラインナップもあるんですね。でまあそれとオルカスっていうのは、ライト、ミディアム、ハード、テナーと4種類の太さがありまして、音量もやっぱり変わってくるんですね。ライトゲージを張りますとやはり音量はそれほど出ないです。テンションが弱い感じで、でも粘り気のある音、はい、それが、ミディアム、ハードとどんどん太くなってきますと、張りも出てきますし音量も大きくなってくると。まあ言ってもそんなにの差はものすごい、ライトとハードってこんなに違うのっていうほどの差は出ないですけど、やはり張りのあるものの方が大きな音が出るということですね。はい、それ以外のところで言いますと、そのどっちももうボディもガシガシ弾いてますよ、今度は弦もいいですよ、まあそこになってくると、もしかしたらウクレレ本体のポテンシャルですね。はい、もうウクレレが鳴らないウクレレっていうのは存在します。はい、ものすごく鳴りのいいウクレレもあれば、あんまり鳴らないウクレレというのもあります。はい、それでまあもともともう音量の小さいウクレレでそれ以上は出ませんよというものもあるんですけども、まあそれは割と稀かもわからないですね。特に周りの人より音が小さいなと思う場合は、まあ弦とボディと引き込んでないか、あともう一個考えられる要因はピッキングですね。はい、弦の芯から掴んでこの弦の芯を響かせる、そうするといい音っていうのは出るものなんですけども、これができてない方、なんとなくふわーんとしてる感じですね。言うなればボーカルの
歌でよく言いますけども、お腹から声を出して歌いましょう。はい、これができてるボーカルというのはマイクにもすごい乗りますし、声も届きます。で、残響っていうんですけど、リバーブですね。はい、またエコーなど、ああいうのがものすごく効くんですけども、その声に乗っかかりやすいんですけども、お腹から出してない声、声の出てる位置が低いのがお腹から出てるんですけど、上からこう表面だけで喋ってる、こういう感じですね。今表面だからだけ喋ってる方というのはリバーブ残響をかけても響かないんですね。それがウクレレにもありまして、やはりあのお腹から響かすように、まあ弦をしっかりと、弦の中心から音を出す、これでいい音、大きな音が出るんです。これができてない方っていうのは音量が小さいですね。はい、だから先ほど言った弦も変えてるし、ウクレレも他の人が弾いたら大きいけど私が弾いたら音が小さいわという方は、ちゃんとピッキングできてないんだと思います。もう一回見直していただくといいと思いますよ。はい、そのピッキングっていうのは力だけじゃないんです。大きな音を出そうと思って力でやってしまうと、これまたちょっと違うんですよね。っていうのは、あの、例えばですね、遠くにいる友達に、おーいって声を出すときに、喉から、あーいってやってしまうと、喉が枯れるだけで、あんまり声が届かない。でも最初に出しました、おーいという声っていうのは、遠くまでスコーンって抜けて届いていくんですね。それと一緒で、ウクレレも芯から弦を鳴らせると、音がスコーンと前に出ます。これができてないと、やっぱりなんか不安とした感じで、なんとなくなんかこうふわふわした感じですね。落ち着かない音になるんですけども、この辺はですね、動画で説明するのは難しいので、やっぱり実際 BJ のウクレレクラブ、もしくはウクレレキャンプに来ていただいて、実際弾いてるところを見せていただくと、判断つくと思います。これ芯から音出てないですよと、出てますよというのは、あの、聞けば分かりますので、心配な方はぜひ、ご利用になっていただければと思います。はい、まあそういうことでですね、その辺をちょっと見直していただいて、音が小さいなという方は音を大きくすることをお勧めします。それ以外に何日か前に挙げたんですけど、ボディの裏板、これを体につけるんじゃなくてちょっと離す、これだけで音量が変わります。なんか詰まってますよね。わかります。はい、それだけで音量が変わりますので、ちょっとこう体に密着させてグーって握り込みすぎてる方はちょっと緩めていただくと、それだけで音量がちょっと上がる場合があります。こう弾いてて体から離したら、あれ音が大きいって感じたことがある方、強く握りすぎてるんだと思いますので、優しくホールドしてあげてください。どうしても落ちないようにってグーって力を入れてしまう傾向もあるので、なるべく優しく軽く包み込んで持ってあげると音量は大きくなると思います。はい、いろいろちょっと試していただければと思います。 BJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今はまばたきももったいないと思う。いつもいつまででも